はい、こんばんは、こんにちは、たいきです。今日は Windows OS のインストールの方法についてご紹介しようと思います。どういった時にこういったことをするかというとですね、こういった時が多いですね。こういったね、故障というパソコンですね、これは Windows 7が搭載されていた古いパソコンですけれども、そうなんです。このパソコンは6年使ったそうなんですが、ある日突然電源が立ち上がらなくなって修理依頼で送られてきました。そして中を見るとハードディスクが壊れていてですね、その他のパーツは特に異常がなかったんですね。こういった場合どうやって修理をするかというとですね、 SSD を買ってきてこのパソコンの壊れたハードディスクと交換しちゃうんですね。しかし買ってきた SSD には何のデータも入っていないですから、このパソコンには何のデータも入っていない空っぽのパソコンが出来上がると、そういったことになりますよね。そういった状態までできたら、こういった CDR とかね、 USB とか、こういったものに Windows のインストーラーを焼き込んでですね、このパソコンに認識させて Windows をインストールするという手順になります。そして OS のインストールっていうのは簡単に行うことができます。インストールさえ終われば電源を入れたらですね、また Windows が立ち上がるようになるんですけれども、そこで終了ではありません。その Windows は未登録状態ですので、そこに25桁のプロダクトキーっていうものを入力して、その Windows を認証させる必要っていうのもあるんですね。そのライセンスなんですけれども、まあ自作パソコンを作りたいとかね、新たなパソコンをパーツから作る場合であれば OS っていうのは別途買ってくる必要があるんですけれども、こういったですね、もともと Windows が入っていたパソコンにもう一度 Windows をインストールし直す場合とかね、そういった場合はもともとこのパソコンについていたプロダクトキーっていうのを使い回すことができるんですよね。そのプロダクトキーどこに書いてあるんだっていうことなんですけれども、まあ、ノートパソコンであれば裏側に書いてあったり、こういったデスクトップであったらこういった横であったりね、こういったところ、これなんですけれどもね、これちょっと番号を隠しますけれども、まあ、こういったものがライセンスになるんですよ。ただし厄介なことに、このシールなんですけれども、昔は全てのパソコンに貼られていたんですけれども、最近のパソコンにはこのシールがもう貼られなくなっちゃったんですよね。じゃあどうやってそのプロダクトキーを確認したらいいんだよってことなんですけれども、そうなんですよね、もう目視でこうやって見ることができなくなっちゃったので、パソコンを立ち上げてその中で内部的にプロダクトキーっていうのを見るしかないんですよね。ですからもうすでにパソコンが立ち上がらなくて壊れている方で、さらにこういったシールが貼っていないよっていう方はですね、プロダクトキーの確認が難しいかもしれません。そういった方はですね、プロダクトキーをメーカーに問い合わせるしかないんですけれども、プロダクトキーがなかったとしてもですね、 OS を立ち上げて Windows を立ち上げるぐらいのことまではできますからね。それではですね、こういったシールがあってですね、もう目視的にライセンスキーが見れてる人は次の手順は不要なんですけれども、こういったシールがない方はですね、プロダクトキーの確認っていうのを先に見ておく必要があるので、今からそちらを先に紹介します。そしてその後にですね、 OS のインストールの方法をご紹介します。はい、そしてここにせっかく壊れたパソコンがあるので、実際にこいつにですね、さらの SSD を入れて OS をインストールして、このパソコンが実際に直っていくところっていうのをですね、皆さんにお見せできたらいいなと思っております。それでは早速いってみましょう。はい、今回の動画の流れとしましては、まずはじめにプロダクトキーの確認、そしてその次にインストールディスクの作成、そして壊れたハードディスクを SSD に交換、次に OS のインストール、ライセンス認証の方法、最後に起動チェックとなっております。はい、それではプロダクトキーの確認方法です。ありそうなところといえばですね、下のですね、この Windows マーク右クリックをしてですね、そしてシステムからですね、詳細情報こちらを見てもですね、実はここにはプロダクトキーは載っていないんですね。ここを見てください。ここにプロダクト ID と書かれていますけれども、このプロダクト ID とプロダクトキーっていうのは別物ですからね、勘違いしないようにしてください。それではですね、どういうふうに確認するかというとですね、この検索窓のところにですね、 CMD というふうに入力するとですね、ここにコマンドプロンプトというものが現れます。こちら立ち上げてください。はい、そうしてですね、ここに入力していく文字があるんですけれども、それがですね、こちらとなっております。こちらをね、打っていってほしいんですけれども、これを1文字1文字見ながら打っていくとですね、大変ですので、この動画の下の概要欄のところに、この文字書いておりますので、それをですね、こういうふうに囲ってコピーをしてもらってですね、
はい、こういう状態で、コピーで持っておいてですね、そして、ここにカーソルを持ってクリックしてください。はい、この状態でですね、右クリック貼り付けというのはできないんですね。コントロール V です、コントロール V を押すとですね、こういうふうに貼り付けが行われるんですね。はい、そしてエンターを押しますとですね、プロダクトキーと書かれておりますよね、25桁の英数字が出てきました。こういった方法でプロダクトキーを確認します。はい、それではね、 DVD か USB を用意してください。今から OS をダウンロードしてきてですね、これらに入れていくわけなんですけれども、こういうもの見たことあると思うんですけれども、これ昔パソコンを買うとこういうのついてきましたよね。これの中には OS のインストーラーが入っております。最近はね、このディスク付属されなくなりましたよね。ですからこれを今から作っていくということですね。そして最新の OS というのは今は Windows 11なんですけれども、今回ダウンロードしてくるのはですね、 Windows 10ということに留意してください。はい、それでは早速やっていきましょう。ブラウザをね、何でも良いので立ち上げてください。そしてですね、検索のところにですね、 Windows 10ダウンロードと、こういうふうに入力をしてみてください。そうするとですね、こちらにですね、 Windows 10のディスクイメージ iOS ファイルのダウンロードとかですね、こちら Windows 10のダウンロード、こういったね、風なサイトが現れます。これはね、どちら入っても一緒ですので入っていきましょう。はい、そうするとですね、こういったページが出てきます。そして見てほしいのがですね、こちらですね、 PC への Windows 10のインストールをご希望ですか、こういう箇所がありますので、このツールを今すぐダウンロード、こちらをクリックしてください。そうするとですね、 Chrome の場合はですけれども、この左下にダウンロードが現れます。こちらね、ダブルクリックして立ち上げてもいいんですけれども、 Chrome じゃない場合はですね、ここに現れないので、こちらですね、フォルダーからですね、ダウンロードページ、このダウンロードですね、こちらをクリックするとですね、こちら今ダウンロードしたものが現れますので、こちらダブルクリックしてアプリケーションを立ち上げていきましょう。そうするとですね、こういった風な Windows 10セットアップという風な画面が出てきます。はい、そして、適用される通知とライセンス条項、これは同意するをクリックしてください。はい、そうするとこういった画面になりました。ここ見てほしいのはですね、この PC を今すぐアップグレードするというのとですね、その下はですね、別の PC のインストールメディアを作成する、 USB フラッシュ、ドライブ、DVD または iOS ファイルという風なものが出てますね。ですから下ですね、こちらをクリックして次へ行きましょう。はい、そうするとですね、こちらこの PC に対してアップグレードを適用させるわけではないので、このチェックを外しましょう。まあ結局は一緒なんですけれども、まあ、Windows 10しか選べないので、 Windows 10のですね、何ビットかっていうのを選ぶわけなんですよ。まあ両方を選んでおいてもいいんですけれども、まあ64ビットを選んでおいても結構です。はい、そして次へを行きましょう。はい、そしてですね、こちらなんですけれども、USB フラッシュドライブに Windows 10をダウンロードしてくるのか、 CD-DVD に落としてくるのかということを選ぶことができます。ほとんどの場合はですね、この USB ドライブに落とした方が便利です。そして USB に落とす場合はですね、今この場で USB 8GB 以上のものを挿すんですね。でそして次を押すとですね、 USB が認識されるので、ここに対して次へを押すと、この USB に対してデータが書き込まれていくんですね。ただしこの USB にもともと入っていたデータっていうのは全て消されてしまいますのでね、注意してください。はい、それでは右下の次へを押すと、それだけで完成します。実はね、この USB にはすでに Windows のインストーラーが入っていますので、一旦戻ってですね、DVD を作成する方法をご紹介します。 DVD 用にファイルをダウンロードするんですけれども、それは iOS ファイルと言います。それではね、ダウンロードする場所を決めてダウンロードしてください。そして次へと押すとですね、準備できるまで少しお待ちくださいという画面を得て、ダウンロードが開始されました。これちょっとだけ時間かかりましたね。はい、それではダウンロードが完了しました。 iOS ファイルを DVD にコピーしてくださいと出ております。そしてね、見てください。こちらがね、ダウンロードしてきた iOS ファイルですね。こちらを今から DVD に焼いていくんですけれども、ちょっとね、焼き方が大切ですので注意してください。はい、そしてですね、今この段階で DVD をパソコンに入れてください。はい、入れたらね、このような画面が出ると思うので、バッテンを押します。そしてですね、
DVD 書き込み用ドライブを開くというボタンがありますので、こちらをクリックしてください。こういったツールが出てきます。そしてどこのドライブに書き込みますかという選択肢を確認した後ですね、書き込みボタンを押してください。ISO ファイルっていうのはこういうふうにディスクに書き込む必要があるんですね。例えばですね、入れた DVD のフォルダが右側で、左側がダウンロードしてきた iOS ファイルだとするじゃないですか。そしてこの iOS ファイルをクリックして DVD の中に入れるとかね、そういうふうなことをしてもダメですからね。それはデータが移動しているだけで、ディスクが使えるような状態としての書き込みはそれではダメなんですね。 iOS ファイルから直接ディスクに書き込む場合はですね、この iOS ファイルを右クリックしてですね、そしてディスクイメージの書き込みというものがありますので、こちらを押すとですね、先ほどと同じ画面が現れますので、これで同じように書き込みを行ってください。はい、CD の書き込み中はこのようにバーが伸びていきます。はい、これで皆さん Windows のインストーラーが入った USB もしくは CDR というのができたと思います。はい、次にですね、僕の手元にあるこのパソコンはハードディスクが壊れているため立ち上がりません。電源を入れるとこういったね、白い文字が現れます。はい、それではね、このハードディスクをまっさらな SSD に交換していきます。こういったデスクトップのタイプはですね、裏にですねネジがありますので、こちら外していくとですね、パソコンの横蓋が外れます。はい、そうするとね、こういった風にパソコンの基板が見えていきます。はい、そしてこの右下の部分、ここにハードディスクが見えているのがわかるでしょうか。そして2つのケーブルが刺さっているのがわかりますかね。この2つですね。はい、それでは抜いていきますね。はい、これはね、SATA と呼ばれる接続のケーブルになります。はい、それではね、まっさらな SSD を用意しました。こちらに変えていくわけなんですね。はい、今回はこの SSD に交換の希望があったので、この SSD を使っていますけれども、この SSD がね、おすすめというわけでは全くありませんのでね、僕はね、また他の動画でおすすめの SSD の選び方っていう動画を出しておりますので、もしね、SSD の選び方に興味がある方はそちらの動画も見てみてください。そしてこちら差し込み口のところですけれども、まあ二股に分かれてますよね。はい、そして先ほどハードディスクから抜いた SATA のケーブルをこちらに差し替えます。はい、こういった形でですね、ハードディスクを外して SSD の接続が完了したということになります。はい、ノートパソコンの場合もですね、裏蓋を外せばそこにハードディスクがありますので外すことができます。これも同じ SATA ですので全てに互換性があります。ただですね、この SSD は買ってきたばっかりで何のデータも入ってない SSD ですよね。ですからこのパソコンはデータの入ってない空っぽのパソコンということになります。そして先ほど作ったですね、DVD もしくは USB というものを使ってこの SSD に OS をインストールしていくわけなんですけれども、ここで一つ注意点があります。まずほとんどのパソコンというのはですね、電源を入れた時に何に情報を見に行きますよっていうね、順番付けがされていてですね、それがハードディスクもしくは SSD に設定されているんですね。それはそうですよね。壊れてないパソコンはハードディスクもしくは SSD に Windows の情報が入ってますので、電源を立ち上げた時にですね、そのハードディスクに情報を読み込みに行って Windows を立ち上げるわけなんですね。この立ち上がる順番のことを、これをね、ブートと言います。そして今接続した SSD にはデータが入ってませんよね。ですから電源を入れた時にこのパソコンがこの SSD に情報を見に行ったのではですね、結局パソコンは立ち上がらないままということになってきます。ではどうするかというとですね、先ほどの USB を挿すもしくは DVD を入れてですね、電源を入れた時に何にデータを読み込みに行きますかというね、このブートの順番っていうのをこの SSD よりもですね、この DVD だったり USB を先に読み込ませるという風な設定をする必要があるんですね。そうするとですね、例えば今回 DVD から読み込ませるという風な設定にした場合、電源を入れたらですね、この SSD よりも DVD に先にパソコンがアクセスしに行きますよと。そうするとこの DVD の中には Windows のインストーラーが入ってますよね。ですからその Windows のインストーラーが立ち上がってその指示に従うことで、この DVD から SSD に Windows の情報を流し込むことができる。こういった風なことをするわけなんですね。
はい、そしてこのブート順っていうのはどこで変えるのかというとですね、これは BIOS というものの中で設定するんですね。この BIOS という設定画面にどうやって入っていくかというとですね、パソコンの電源を立ち上げると Windows が立ち上がる前にロゴが立ち上がりますよね。このタイミングでキーボードの委任のキーボタンを押すんですよね。そして厄介なのが何のボタンを押せばいいかっていうのはですね、これはパソコンによって違うんですね。こちらの表を見てください。例えば Dell であれば、このキーを押すと、そしてヒューレットパッカーであれば HP と画面に出た瞬間にこのボタンを押すと、こういった風な処理をすることで BIOS 画面に入ることができるのですね。僕の場合はイヤマという BTO パソコンなので、僕の場合はデリートボタンなんですね。ですからこのように電源ボタンを押してデリートボタンを連打すると、はい、このように BIOS 画面に入れると、こういったことになっております。そして厄介なことにこの BIOS 画面っていうのもですね、これもメーカーにより様々なんですよね。ですから今僕の画面に出ているこの画面、全く同じものが出るわけではないんですね。ですけれども簡単です。見つけるのは一つですからね。先ほどこの起動順を変えるのはブートと言いましたよね。ですから BIOS の中でブートと書いている場所を探せばいいんですよね。そしてほとんどの場合は BIOS セッティングという項目の中にあることが多いんですけれども、今回僕の場合はですね、ここに BIOS フューチャーズと書かれた項目がありますよね。BIOS を見れるんだなということですので、こちらを見ていくとですね、やはりねブートの文字がありました。ブートオプションシャープ1、2、3となっておりますよね。それではシャープ1番が何になっているのかを見てみましょう。WT200256GB と書かれておりますよね。これは何かというと、これは今接続した SSD なんですね。こちら見てください。SSD に WT200 と書かれていますよね。ですからこれは型番ですので、何の SSD を指したかでここの表記は変わってきますからね。ですけれどもね、指した SSD のギガ数256とか512とか、そういうものの数字が一致してくるので、分からなくなることはないと思います。はい、そしてこの一覧をよく見るとですね、ここに USB がないですよね。そうなんです、ごく稀になんですけれども USB からブートできないタイプのパソコンもあるんですね。珍しいんですけれども、このパソコンはそういったタイプのものでした。そしてですね、一つ上を見ると DVD RAM と書かれているものがありますよね。そうなんです、これが光学ドライブですね。そして今回の目的はストレージよりも光学ドライブの方を先に読み込ませるのが目的ですので、こちらシャープ1をですね DVD に変更します。はい、これで完了ですね。ただしこの状態で終わりではありません。この状態をセーブする必要があるんですね。そのセーブはどこでやるかというとですね、ほとんどの場合は一番右端でやることが多いんですね。この BIOS でも一番右にありましたね。セーブ&エグジットセットアップ、セーブしてこのセットアップ画面をエグジットしますかということですよね。そして一つ注意点なんですけれども、この段階でもうね、先にインストーラー入りの DVD を中に入れといた方がいいですね。そしてこれをエンターを押して最終確認ボタンでもイエスを押すとですね、これで完了となり再起動がかかります。再起動が完了すると Press any key to boot from CD or DVD、 つまり DVD や CD からブートをしたいのであれば何でもいいからキーボードを押せと要求してきますので、キーボード何でもいいのでポチッと押してください。そうすると Windows のマークが現れた後ですね、インストーラーが起動します。はい、そしてこの画面では次 A を押して今すぐインストールを押します。はい、そしてライセンス認証という画面になりました。冒頭で説明しましたプロダクトキーをですね、ここで使います。ここに入力をするとですね、あなたがお持ちのプロダクトキーに適切な OS を自動で選んでインストールしてくれます。今回は説明のためにですね、下のプロダクトキーがありませんというところに進んでみましょう。はい、そうするとですね、Windows 10の中でも何をインストールしますかというふうに聞いていきます。同じ Windows 10でもですね、いろんな種類があります。上からホーム、
エディケーションプロですね、まあ、エディケーションというのは学校版なので皆さんあまり関係ないと思いますけれども、ホームなのかプロなのかっていう方がほとんどですね。これはですね、お使いのパソコンもしくはプロダクトキーのシールに書いてありますので確認してください。そしてですね、先ほど64ビットを選びましたので64ビットしか選べなくなっておりますね。それでは僕の持っているライセンスは Windows Pro ですので、プロを選んで次へを押します。はい、そうするとですね、ライセンス条項というものが出ましたので、まあざっと目を通して同意してあげてください。はい、そしてこの画面はですね、今回は新規に OS を入れるので下ですね、Windows のみをインストールするを選んでください。はい、そうするとインストール場所の選択になります。今回はまっさらな SSD を入れているのでパーテーションも何もないですよね、このまま選んで次へで結構です。はい、そうすると OS のインストールが始まりました。ここからはですね、少し時間がかかります。はい、そして全てが終わると再起動がかかります。そしてですね、この状態でこの SSD にはもうすでに OS のインストールが完了しているわけなんですね。そして次再起動した際にはですね、 SSD を一番初めに読み込みたいですよね。ただし今の設定のままではですね、ブート順1番は DVD の光学ディスクになってますよね。ということはですよ、再起動が終わって立ち上がるとですね、また Windows のインストーラーが立ち上がってしまうということなんですね。ですからここで DVD を抜く、そしてまた BIOS に戻ってですね、ブート順ですね、#1 の DVD をですね、 OS のインストールが完了した SSD に交換してあげる必要がありますね。これでまた再起動してみましょう。はい、無事 OS のインストールが完了していてですね、初期セットアップの画面が出てきました。無事成功しておりますね。はい、それではね、無事 Windows が使えるようにはなっているんですけれども、この OS にはプロダクトキーを入力しませんでしたよね。それでは確認していきましょう。デスクトップ左下、 Windows のマークを右クリックした後、システムですね、こちらをクリックしてください。はい、詳細情報に入りました。こちらを見るとですね、 Windows 10 Pro が無事インストールされているのがわかると思います。そしてですね、こちら見てください。プロダクトキーの変更または Windows のエディションをアップグレード、こちらをクリックするとですね、そうなんですね、 Windows はライセンス認証されていませんということが書かれております。この画面だけではなくてですね、 Windows マークをクリックして設定ボタン、こちらからですね、更新とセキュリティ、このボタンに入ってください。そしてライセンス認証というところを見てもですね、同じ画面に飛びます。こちらでもやはりですね、 Windows はライセンス認証されていませんというふうに出ます。そしてこの画面の一番下ですね、プロダクトキーの変更というボタンがありますので、こちら押すとですね、プロダクトキーを入力することができます。無事これで認証することができたということなんですね。はい、このままプロダクトキーを入力しないとどうなるかということなんですけれども、30日間はそのまま正規版と同じように使うことが可能です。そして30日を超えるとどうなるのかということなんですが、昔はですね、強制シャットダウンなど OS が使えない状態になっていたんですが、まあ、最近はね、そういった制限はなくなりました。ただしですね、画面右下にライセンス認証してくださいねっていう透かしが入ったりですね、壁紙やロック画面、テーマの変更ができなくなったり、あとね、OS の更新やアップデートの一部分が受けられなくなるという制限がかかってしまいます。ただしね、セキュリティに関する更新っていうものは受けれるみたいなんですが、非常によろしくない状態であるということに変わりはないので、必ずライセンス認証はしてください。ライセンス認証違反にもなりますのでね。はい、それではね、せっかくこのパソコン直りましたので、起動チェックの方をしていきましょう。ハードディスクから SSD に変えたので処理速度はかなり速くなっているはずです。はい、やはりですね、かなり速いですよね。17秒台、これだけ速ければ6年型落ちとは思えない。今でも現役でバリバリ使えますよね。あとはですね、ハードディスクが遅いので SSD に乗り換えたい方っていうのはですね、こういった OS のインストールを一からする必要はありません。そういった場合は今回の動画の流れの方法でもできるんですけれども、もっとね、簡単なクローンという方法があります。もしね、
ハードディスクから SSD に乗り換えたいだけだっていう方はですね、僕の他の動画ですね、ハードディスクから SSD に乗り換える方法っていうのがありますので、興味のある方はそちらも見てください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。無事にパソコン直りましたね。皆さん OS のインストールの仕方ご理解いただけたでしょうか。こういった風にですね、一歩手を加えれば直せるパソコンっていうのは本当にいっぱいあるんですよね。そして壊れたパソコンをよく見るとですね、ハードディスクだけが壊れていたよっていうことよくあるので、この方法を知っておけばね、簡単な修理自分でできるようになりますよね。はい、今回の動画もしね、役に立ったと思っていただける方はいいねボタン、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。